どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC のうひゃーかっこ読まれる気がしない、うっかり読んでしまいました猫犬ダーサネヒコです。このラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私猫犬ダーサネヒコがにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。おならが出ます。どうしたらいいですか？はい、却下。おならが出そうになったので、はい、却下。自分のおなら、却下。おなら、却下。目の前に水たまりでクロールしている人がいたらどうしますか？そっとしておきます。それでは今週最後のお悩みを紹介しましょう。友達が9月いっぱいで引っ越します。後悔しないためにはどう過ごしていくべきですか？なるほど。引っ越しか。懐かしいですね。ちなみに私は人生で2回転校したことがありまして、1回目は辛くて辛くて涙が出ちゃいましたね。2回目は転校する先が楽しみすぎてワクワクしてたかな。まあ逆に引っ越しちゃう子を送り出したこともありますよね。なんだけど引っ越しって最後の別れじゃないからね。ましてやこの時代めっちゃ離れてたとしても Facebook だとか Twitter だとかこの YouTube でつながることはできますよね。ねえ、お悩みの内容また履き違えてましたね。どう過ごしたらいいですか、ですよね。はい。ねえ、どう過ごすかな、どう過ごしていったらいいかな。私だったらどう過ごすかな。やっぱり手つなぐかな。あわよくばキスまでいける気がするんだけどな。その後はやっぱりベッドの中で過ごすかな。完全に誤解が生まれたね。どうしたらいいかね。この誤解を解くためにはどうしたらいいかね。私は完全な下猫だからあまりいい言葉が思いつかないんですけど、まあこれからその人とは物理的に距離が離れてしまうわけなので、やっぱりその物理的な距離をものともしないような愛や友情を育んでいくべきなのかなって思うよね。まあ難しいんだけどね。たとえどんなに体と体が離れていても、まあなんて言うんだろう、心と心は一緒だよみたいな。まあそんな恥ずかしいセリフを伝えられる間柄であればの話なんですけどね。まあ多分それは無理なので、楽しい思い出をいっぱい作ってあっち行っても頑張れよみたいな感じで送り出してあげればいいんではないでしょうか。それでは今週はこの辺で See you next! にゃん。Yeah.